はい、本日も J クラやっていきたいと思います。本日はね、ようやく、こちらのキャプテンガチャ、ガーディアンガチャ、そしてストライカーガチャ、この3個をね、引いていこうと思います。はい、この今日はね、3つに、魂込めてね、蹴っていこうと思います。で、まあ、サムネにもある通りね、欲しい選手はサムネ通りの、それぞれの選手で、まあ、1番はね、キャプテンの宮澤選手が、どうしても欲しいというところになっております。キャプテンをね、最後に引こうと思います。はい、ちなみに、持ってる選手なんですけど、僕が J クラ始めたのが、今年の、6月ぐらいかな、6月末ぐらいだったんですけども、その時に、一番最初に訳も分からず手に入れたストライカーのディエゴ・オリベイラ、これをね、未だにね、エースとして使っておりますね。自分が持ってる中でも一番高グレードですね、今のところ。はい、はい、こんな感じでございます。はい、ということでね、まあ、欲しいのはやっぱり、ガーディアンのね、高グレード選手が欲しいですね。はい、ということで行ってみたいと思います。まずはね、まあ、そんなに、欲しいというわけでもないんですけど、ストライカーからね、行ってみたいと思います。はい、まあ、最悪ね、運は最後の方に、全部ね、集約していただきたいくらいですね。はい、あ、でも思った以上に虹は流れてるかな。はい、行きましょう。さあ、あ、虹ない。まあまあいいですよ。はい、ここで虹を引かないっていうのがね、まあ一つ。はい、おお、ウェリントンか。あれ、これ持ってなかったっけな。あ、持ってますよね、持って、うんうん。はい、スペクタクルヘッドストライカーってことで、まあね、はいじゃあ次、キャプテンラストなんでガーディアンいきます。ガーディアンはね、マジで、あの、本当にあのガーディアン持ちの選手一人も持ってないんでね、ぜひね、来ていただきたいところ。おお、めちゃくちゃ流れてる。じゃあ行きたいと思います。さあ、どう。うわー、くそー。まあ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 、はい、まだわかんないよ。お、キーパーだ、鈴木選手。ちなみにどんな感じですか。うちキーパーはめちゃ弱い。あ、ゴッド、あ、でもグレード75だからな。はい、まあこれはパワーか。はいはい、ありがとうございます。じゃあラストね、いきたいと思います。これはね、ぜひとも宮澤選手本当に欲しいです。さあ、まああとはキャプテンでなんか有力な選手がどんなカードなのかちょっと正直わかんないっていうのもありますけどね。じゃあいきたいと思います。これはマジで虹蹴ってほしい。さあ、いいかな、行こうか。はい、 うわー、隣ー、くっそー、マジかー。あ、ドン来た。え、ドン来たよ。なに、うーわー、柳選手、能力どんな感じ。はい、パーフェクトスティールハードタックル。あー、まあ悪くはないかな。あー、マジか、せっかくドン来たのにな。はい、ということでね、まあ、どうなんでしょうね欲しかった選手は来ませんでしたけども、まあワンチャンね、この柳選手はいけそうな感じもしないでもないというところですね。はい、ここまでご視聴どうもありがとうございました。次回は残りの、なんだっけ、プレイメーカー、バンディエラ、スナイパー、こちらの3つをね、引いていきたいと思います。はい、次こそね、頑張りましょう。はい、ということで、ご視聴どうもありがとうございました。次回また良ければ見てみてください。さよなら。